はようゴンザレスパラレルです。さあ今日は、先日名古屋に旅行に行ってきましたので、カードショップに寄ってまいりました。で、前半後半とね2回にわたり、開封動画を上げていきたいと思います。まずですね、前半はですね、名古屋市中区栄のマッチアップさんにお邪魔したので、そこで買ったものを紹介していきたいと思います。まず映ってますね、ビッグボスのミニ色紙を買いました。100円でしたね確か。はい。でこちらは、バレーボールの石井由紀選手ですね、金サイン。こちらは200円ぐらいかな、300円かな、はい、でした。でですね、はい、スリーブをねちょっと安かったので、ザ作業用スリーブ M というクリアソフトスリーブになっておりまして、スポーツカードを、ちゃんと入れることができるということですね。ちょっと安かったので、3つ買ってきましたね。はい、では開封に参りましょう。はい、そうですね、まずバレーボールの栗原めぐみさんと迫田沙織さんのアスリートカード、これ3パック買ったので開けていきましょう。では行きましょう。100円でしたね、6枚入ってますね。まずは迫田選手、はい、裏面こんな感じ。はい、でこちらが、栗原選手ですね。で迫田選手の印刷サインで、栗原選手、迫田選手で、栗原選手のこれもプリントサインですね。裏面はこんな感じ。あ、いいですね、爽やか。では2パック目いってみましょう。なかなかねバラで開けることもないのでね、迫田選手、栗原選手、迫田選手、栗原選手、迫田選手、栗原選手、こちらも印刷サインになってますね。裏はこんな感じです。はい、では3パック目。どんな感じで入ってるのかな。プリントサインは18種あるみたいですね。はい、ではでは、あ、バレーボールのボールを持ってますね。迫田選手、栗原選手、迫田選手の印刷サイン、栗原選手、迫田選手、栗原選手、裏面はこんな感じです。はい、といった感じですね。まずでこちらね、そうです、エポックのベースボールカード、2017年の西武ライオンズ1パック50円で売ってましたので開封していきましょう。はい、こんな感じで4枚入ってましたね。ではでは、このスクラッチカードがせっかく入っていたので、期限過ぎてますけど削っちゃいましょう。いきますよ。お、5ポイントでした。はい、5ポイントじゃ何にもできませんね。はい、じゃあこれも終わって、次はですね、そうですね、シングルカード開けていきましょう。何を買ったかもう忘れてるんですね、実は。はい、ランディ・ジョンソン選手ですね、僕の好きな、レーベルゴールドラベルのカードになってます。文字部分がね結構光沢があって素敵ですね。で、トモチンですね。トモチンといえばね、我がヤクルトの高橋奎二投手の奥さんですね。そしてこちらが、はい、山下光投手の、インサートになってますね。ラグジュアリーコレクションのカードですね、エポック。ではですね、はい、マグホを買ってきました。これだけはお伝えしたかった。はい、130と180を1つずつ買いました。
でですね、はい、こちら。こちらが360を買いました、一つ。で、ルーキーカードといった黒マグホ。これが660円でしたね。はい。この二つはですね、他店舗で買ってますので、後半もお楽しみにしてください。で、今回、ちょっと使ってみたいと思いますので、まず、このルーキーカードのマグホに入れるものは、じゃーん。はい。村上選手のルーキーホロサインですね。45枚限定になってますね。では、開けます。はい。これで、まずハードスリーブに入ってますから、出します。はい。ね。入ったね。では、いきますよ。はい、こんな感じで、いいですかね。はい、こんな感じで入りましたね。光ってますね、サイン部分がね。はい、じゃあこれを置いといて。で、次、これなんですけど、360は何に使うんだって思いませんか？実はこれなんですよね。去年当てた、バットカードがだいぶ厚かったので、それを入れたいと思います。はい、これですね。浅間選手のバットカードですね。では入りますかね。これを取って入るかな。お、ちょうどいいですね。はい、入りました。無事に入りましたね。ということでこんな感じになります。はい、ということで今回はマッチアップさんで買った商品の紹介動画でした。後半もですね、名古屋の、トレーディングカードのね、お店に行った報告をしたいと思います。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思われた方はグッドボタンを、また開封動画、紹介動画を見たいと思いましたらチャンネル登録をしていただき、次の動画をお待ちいただけると嬉しいです。動画のコメントもね、お待ちしております。それでは、さよなら。